皆さんこんにちは、リュウカです。今回はですね、僕がいつもこんな感じで大学のことについて話してる動画があるんですけど、今回はその僕が大学を辞めることにしたので、その経緯というか、その説明というか、話す動画です。いろんな方から単位大丈夫ですかっていう応援というかコメントとか結構来てたので、一応言います。で、それ本当結構思えない、本当に これ本当に全く笑い事じゃないんですけど、本当に結構本当にずっと本当悩んでたっていうか考えてたっていうかから結構報告が遅れてしまったんですけど、遅れてしまってすいません。で、本当に今までっていうか、応援してくれた単位のこととか、気にかけてく、私も単位が危なくて、留学くんと一緒に頑張りますっていう方もいたので、単位のことを応援してくれた方々に本当申し訳ないんですけど、辞めることにしました。で、一応どんな数字だったかっていうのを言うと、卒業までに124単位が必要で、3年生でその86単位取れていって、あと残りの38単位を4年生取れば卒業できるっていうあれだったんですけど、で、その4年生で22単位取る予定だったんですけど、12単位取れて10単位落としてしまって、で、4年生の後期で28歳に取らなきゃいけないってなって、で、その僕も取るつもりで、履修登録をしたら、これ以上単位、これ以上授業を受けれませんっていう、その条件、その受けれる授業の条件に、なんていうの、突破っていうか、受けれる授業よりも多く必要だったので、その、4年生ではもう、28歳に取れないっていうことになって、で、その卒業できないってなって、その学校側っていうか、そのこれってどうすることもできないですよねって言ったら、そうだねみたいな、そうだねそんな言葉ではないんですけど、と思って、本当に正直僕の本当のガチのリアルの感想、本当こんな感じで、ちょっと本当に喋れないぐらい本当にピントが、12時ぐらいに、ね、その履修登録1時に僕の学校のサイトが休憩に入るので、夜中の1時にその12時ぐらいに履修登録していて、そのこれ以上授業が受けれませんってなった時の顔が僕これなんですけど、本当にこれ本当に終わったと思って、単位がその取れないっていうことが分かって、そのもう結構考えて、その学校に連絡したりして、この9月中に自分でも考えたり、その親とも話したりして、学校を辞めることにしました。で、その元々なんでその大学にいたかっていうと、高3の時に映像系の職業に就きたくて、情報系の大学の映像コースに入ったんですけど、その時は全然YouTube は本当に月に何回か上げるぐらいで、趣味程度の感じだったんですけど、本当に今は本当に YouTube が一番っていうか、その YouTube をやりたいっていうのもあるんですけど、正直学校を理由に YouTube あんまり、単位がやばいから、当たり前って、なんて言えばいいんだろう、その、両方理由にして両方何もできてなかったっていうか、本当にその僕の悪いところっていうか、本当に怠けてた部分もあったので、どっちか一個にしようっていうので、YouTube にしました。で、正直大学4年生の後期だから、もう続ければ留年した方がいいんじゃないっていう意見もあると思うんですけど、両立っていうか、その両方同じようにっていうか、いい方向にするのが難しくって辞めることにしました。こんな感じで僕の大学を辞める報告だったんですけど、もう4年生で辞めるって本当に結構ありえないっていうか、大学って本当に重大なおかげ、大きいお金も動いてるし、親にも迷惑をかけてるんですけど、 YouTube を頑張るっていうスイッチになった気がするので、これからも頑張ります。次の動画からは本当にイエーイって感じだと思うので、見てください。バイバーイ。